なかなかこのふわふわふわって雲の中に意識を持っていけないんですよ。そうすると寝るまでの時間って長くなっちゃいます。どんな方でも寝かしつけを短くしていくっていうのはまず可能です。昼寝短くするってねねママさん、それ切り上げるってことですか、途中で起こすってことですか。起こすとうちの子もキラーってなって手がつけられないんです。だからも好きなだけ寝かせてるんです。そういう相談いただくこともあるんですけど、ねんねママ、ねんねママ、寝かしつけならねんねママ。こんにちは、ねんねママです。毎日寝かしつけ大変ですよね。子供を寝かせるっていうただそれだけのことなんですけど、時間がかかっちゃうとなんでこんなイライラするんだろうっていうぐらいイライラしませんか。30分以上かかってますって方、1時間以上かかってますって方、もっとかかってますって方いらっしゃいますか。どれぐらいかかってるかっていうのをコメントでよかったら教えていただければなと思います。私自身は上の子の寝かしつけの時、毎晩 2,3 時間ぐらいはかかってましたというのが、抱っこをしてトントンしながらスクワットするんですけど、それを30分ぐらいして1時間弱ぐらいで寝はするんですけれども、その後ベッドに置けないんですね。さあベッドに寝たぞっていう状態に持っていくまでは2時間とか3時間とかかかっちゃって、でまた30分したら起きるみたいな、本当に大変って思っていました。もし皆さんが過去の私と同じように寝かしつけに時間がかかって悩んでますということがあれば、もしかしたらとある条件がハマっているという可能性があります。実際私自身が今同じね親ですけど、上の子と下の子を寝かしつけしてるかって言ったら、2人とも寝かしつけっていう寝かしつけはしてません。上の子はママ一緒に来てほしいとか言ったりするので、それに対応することは全然あるんですけれども、下の子は基本的に全く寝かしつけなしで寝ています。なのでどんな方でも寝かしつけを短くしていくっていうのはまず可能ですし、今日はその方法もお話しするんですけれども、まず知っておいていただきたいのは、ある条件があると1時間ぐらいかかっちゃうのも普通だよということについてです。今まで私が1800人ぐらい寝かしつけの相談乗らせていただいて、でその中にもこれたくさんいらっしゃったんですよ。短くしたいっておっしゃっていただく方は、今から言うポイントのところを変えて短くするということをやってきました。実際そういう風にやっていくと、うちの子でもこんな風に寝るようになるんですね、もう未だに信じられませんみたいな、本当にうちの子かしらって思いますとかね、それぐらい本当に変わりますので、全然諦める必要はありません。じゃあそのポイント2つあります。1つ目は親が一緒にずっといることです。2つ目は昼寝が長い、ないしは後ろに寄っているということです。皆さんがどういう風な寝かしつけ方をしているかとか、昼寝どんぐらいしてるかなとかっていうのを考えながら一緒に振り返ってみていただければなと思います。まず1つ目にお話ししたのは、親が部屋にずっと一緒にいることについてです。寝かしつけの時にママとかパパがずっと同じ部屋にいるかどうかですね。いなくなりたいのは山々だけど、いないと寝てくれないから一緒にいるんじゃんということだと思いますけれども、大好きなママとかパパが部屋にいてくれたらめちゃくちゃ嬉しいんですよね。嬉しくてテンション上がるんですよ。寝る時っていうのは人間はテンションを下げて寝ていかなきゃいけないですよね、まあ、リラックスモードに入っていって、ふわふわふわと意識がふんわり雲の中に入っていって眠っていくっていう状態になるんですけど、その意識をクリアにしたい対象が目の前にいると、なかなかこのふわふわふわって雲の中に意識を持っていけないんですよ。そうすると寝るまでの時間って長くなっちゃいます。だって大好きなママパパですからね。自分たちの例で考えてみていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、修学旅行行って前の日あんまり寝てなくてすごい眠かったとするじゃないですか。だけどみんなで旅先で枕付き合わせて、ねえねえって好きな子誰なのって、イニシャルはとかってやってる間ってやっぱ眠れないじゃないですか。眠かったとしてもおしゃべりして長くなっちゃうじゃないですか。それがパパとママが同じ部屋にいてくれて構ってくれたりとかしたりすると、毎日が修学旅行になってるっていうことなんですよね。これが別に悪いということではないし、この条件内でも時短していくことは可能なんだけど、だけど安定的に本当に10分とかで寝てもらうためには、寝るって本人が決めてバイバイって自分で言うぐらいで、一人でもう暗い部屋で過ごして寝るっていうのが、まあ、一番早いです。そういう方向に持っていきたい、行こうかなという風な意思を持っていただけるようであれば、私のコミュニティとかでもそのやり方っていうのは一人一人に合わせてアドバイスはさせていただいてるんですけど、まあそういう方向に取り組んでいただくっていうのが一番時短っていう意味では叶うかなと思います。
でもう一つ2つ目の条件、これがあると寝かしつけが長くなっちゃうよっていうのが、昼寝が長いもしくは後ろに寄っているというパターンですね。なんで振り返っていただきたいのは、お子さんがお昼寝をどれくらいしているかということです。お昼寝がやっぱりどうしても長いと当たり前ですけど夜眠気が足りなくて寝られないっていうことがあります。でただ今の時代お昼寝が少ないと夜夜泣きしちゃったりとかします。だからお昼寝たっぷりすることが大事ですっていう情報も最近いっぱい出てるんですよ。でそれにあたると昼寝を取らせなきゃ取らせなきゃっていう風に思いすぎちゃう方っていうのも結構いらっしゃいます。そして昼寝が長いっていうだけじゃなくて夜眠れなくなっちゃうっていうパターンがあって、それが後ろに寄ってるっていうパターンなんですね。同じ1時間を寝るっていう風に考えたとしても、午前中に1時間寝てるのと夕方に1時間寝てるのでは夜への眠くないっていう度合いの影響が変わってくるんですよね。それで眠くならなくてずっと起きてるっていうことも考えられます。まあ一つはよくね私も出している活動時間なんていう話もあるんですけれども、今表を出しますね。活動時間っていうことも目安にしていただいて、しっかりと体を動かして太陽に当たって疲れて寝る時間を迎えられているかっていうところもチェックしていただければなと思います。今お話しした親が同じ部屋にずっといて結構構ってくれるっていうことと、夕方にねんねが寄ってるみたいなことがあったりとかすると、どうしても寝かしつけっていうのはもう1時間とかかかりやすくなります。ただ最初にもお伝えした通り、じゃあ親が同じ部屋にいたりとかしたら絶対に短くできないのかって言ったら、そんなことはなくって、親が同じ部屋にいても寝かしつけの時間を短くする方法っていうのはあります。寝かしつけにかからないようにするためにできる工夫として5つのポイントをお話しします。1つ目は起きる時間と寝る時間を揃えるということです。リズムを作るっていうことですね。体はすごくそのリズムをもとに生きていくのが得意で、逆にこう毎日バラバラの時間だったりとかすると、いつ寝ればいいの、いつ血圧下げればいいんですかとか体温下げればいいんですかとか分かんなくなっちゃうので、大体同じ時間に暮らしてる方がリラックスモードにする時間ですよねって分かりやすくなるので、なるべく同じ時間で起床と就寝していくっていうところが1つ目のコツです。2つ目、午前中に日の光をいっぱい浴びるっていうことです。直射日光に当たりましょうみたいなほどじゃなくっても、例えば窓際にいるとか日陰散歩するとか、それでもいいので、とにかく太陽の光に触れるっていうことがすごく大事で、なぜかというと夜寝るためにはメラトニンって睡眠ホルモンと別名呼ばれるホルモンの分泌が必要になってくるんです。大人だと太陽に当たってから13、4時間後とかにメラトニンがバーって出てくるっていうのね、体の決まりとして。子供はちょっともっと短いです。午前中に日の光を浴びるっていうのが夜寝るために大事になってきます。3つ目、寝室に行く前の天気は暗めで過ごすということです。寝る1時間ぐらい前からかなと明かりを落とし目にして、昼間と全く同じじゃなくて夜だよねっていうことが体が感じられるような状態にしてあげると、リラックスモードに入りやすくて、先ほど言ったメラトニンも出やすくなるので、そうやって過ごしていただくのがいいです。テレビついてたりとか光がめちゃめちゃ出ているようなものが、スマホ見てたりとかそういうのがあったりすると、どうしてもメラトニン出なくなっちゃうので、そういうものも1時間前ぐらいからはオフにしていただけると寝つきスムーズになるかなと思います。4つ目、寝る前の行動を固定化する、ルーティーンっていう風に言われるようなものですね。だいたいお風呂に入ってマッサージして、なんか飲むなら飲んで歯磨いてとかっていう、ここの流れをだいたい同じような感じにしていくと寝るモードの準備を始められるんですね。そうすると心としても体としても今から寝るぞっていうことに納得しやすくなるので、寝つきがスムーズになるっていうことがあります。なので、ルーティーンを決めて同じように辿っていくのがいいです。そして5つ目、寝る前はリラックスした行動を心がける。光、スマホのコンテンツだったりテレビだったりとか、そういう興奮させる要素はなるべく1時間ぐらい前からは避けていくっていうことだったり、あとはちょっと難しい部分もあるんですけど、ジャンプしたりふわーって汗かいたりするような興奮するようなことをすると体温上がって覚醒方向に行ってしまうので、なるべくおとなしくリラックスできるような方向に持っていくっていうのがおすすめです。うちの子も下の子2歳なんですけれども、ね、皆さんのお子さんがだんだん幼児さんとかになってくると、昼寝がやっぱしすぎて眠れないみたいなことだったりとか、そういう風になってくる場合は対策としてはちょっと昼寝を短くしていくっていうことですね。でよくご相談いただくのが、昼寝短くするってねねママさん、それ切り上げるってことですか、途中で起こすってことですか。起こすとうちの子もキラーってなって手が
つけられないんです、だからも好きなだけ寝かせてるんです、そういう相談いただくこともあるんですけど、めちゃめちゃギャーってなっちゃうっていうのもしょうがない部分もあるので、起こされたらギャーってなります。だけどそれも練習なんですよね、切り替えの練習、途中で起こされて不機嫌になります。でもそんな不機嫌な自分をなんとか心持ち取り直して人生楽しく生きるモードに切り替えるっていうことも、これも一個の生きていくために必要なスキルの練習っていう風に捉えてみてください。能力として身につくっていうことも含めて、こう昼寝を途中で起こすっていうのもちょっと頑張って起こしていただくっていうのをやっていただけるといいかなと思います。ご家庭によってね、今お話ししたこと、できることできないこと、これはやりたいけどこれはやりたくないっていうのはあると思うので、そこは本当取捨選択、こう情報をいろいろ取った上で何をやるかっていうのはそれぞれで決めていただければと思いますが、本当に毎日しんどいですっていう場合はそれは変える価値が私はあると思うので、もし必要あればコミュニティでもお話ししていますし、 LINE でも質問の体験会とかやっていたりするので、公式 LINE から登録していただくと質問会の案内も行きますので、ご登録いただければと思います。チャンネル登録して他の動画も合わせて見ていただけると嬉しいです。最後に私自身の話をして終わりたいと思います。私自身はですね、上の子は今日本編でも話した通り、最初は本当2時間とかかかって寝かしつけをしていました。そのうちね、私が寝たふりしてゴロゴロしているとその周りをこう徘徊して、気づいたら寝落ちしてるっていう状態に持っていけたんですけど、それでもやっぱ30分とか横になってることになるかも、寝ちゃうんですよねっていう生活を、そこから這い上がるのが本当しんどいっていう生活をね、1人目の時はしていて、なんですけど2人目はまあもう年齢ママになってからの子供だったので、もう生後3ヶ月から全然寝かしつけしてないんですね。そうするとね、なんか育児ってこんなに楽だったのかって、日中大変なこといっぱいあるんですけど、寝てくれるっていうだけで自分の心持ちが全然違うっていうか、とりあえずもう夜寝るところまでたどり着きさえすれば、その後ろに自分のやりたいことやれる時間が待ってるって思えると頑張れるんですよね。ところが上の子の時とかはここからが大変な時間みたいな、寝かせるところからが大変な時間って感じだったから、そこが子育てしていてこう自分の時間持てるとか趣味をやれるとか、そういう時間が全然変わって、自分の明るさとかもすごい変わったし、一人目の時もっとすごいうつうつとした人間だったのでっていうのも私も思ってたら、すごいこの寝かしつけ強化クラスで私のやってるコミュニティのメンバーさんがすごい言ってくれるんですよ。人生が楽しくなったとか、子供が寝てくれるっていうだけ、そこからがむしろなんか子育て楽しめるところのスタートだと思ったみたいなのとか、こんなに時間ができると人間の意識って変わるんですねみたいなことをすごい言っていただけていて、私だけじゃなくてみんなそういうふうに思ってくれるんだなっていうのをね、すごい感じてます。なのでそれでも別にみんなセルフ寝てしようぜっていうことじゃ全然ないんですけど、なんかやってみたいなって思うようであれば、一歩踏み出してみていただくのも結構楽しく生きるための後押しになるんじゃないかなと思っております。というわけで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ねんねママ、ねんねママ、ね